千葉修作は、江戸時代後期の武士、剣術家。北進一刀流の流祖。陽名を戸松、修作は、通称で、忌み川成政。漫画、赤道鈴之助のモデルになった。先祖をたどれば、寛武平氏吉文流、坂東八平氏の一つの名門千葉市で、北進流千葉常種にたどり着く。出生地には、岩手県陸前高田市。 宮城県栗原市花山の2説があったが、近年の研究により、宮城県気仙沼市本郷で生まれ、栗原郡、荒谷村にて幼少を過ごしたとする説が最も有力視されている。花山説は観光目的として自作自演を行ったと、村の観光促進事業内部にいた研究者から暴露本を出版され、根拠としていた千葉吉野城の墓は、数年前に自ら埋めた。 鉄造の破壊し、さらに系譜も手が加えられた偽物だったことが判明し、これに表だった反論がない。小海屋敷も修作とは関係のない古民家を移築したものである。陸前高田市説は佐藤国湯による陸前高田市気仙町朝中井の,の天満宮下で出生したとする説だが、陸前高田市に修作の出生地とされる気仙町ができたのは明治8年のことで、 時系列に決定的な疑問が残る。気仙沼市本郷説にあっては、千葉三兄弟自筆の資料が発見されている。父は、千葉中左衛門重谷修作5歳の頃、ゆえあって、父は修作だけ連れて、気仙沼を出本し、縁あった宮城県栗原郡、荒谷村のと明いなり神社境内に今を構える。修作は、ここで、地元の県市、千葉吉野城から、 北新武双流を学んだ。十五、六歳の時に、父と共に、松戸に移り、小野派一刀流中西派の浅利義信に入門した。浅利家から、一刀流、中西道場に通い、中西施政、寺田宗有などの指南を受けて、腕を磨き、後に、浅利義信の婿となって、浅利リまたいと名乗った。修作は、一刀流組たちの改変を考え、 アサリヨシノブの立場を重んじ、妻を連れて独立して、北進無双流棟の配置投流中西派を合法して、北進一刀流を創始した。このことは面上に明記されている。その後、武蔵、上野、新州、北信濃から諏訪地方などを回ってた流置合いを行い門定数も増え、伊香保神社に奉納学を掲げることを企画したが、 地元の間庭年流がこれを阻止しようとする騒動が発生し断念した。この一件で北新文政五年秋、日本橋品川町に玄武館という道場を建て、後に神田を玉家地に移転し、多数の門人を抱えて剣術最大の流派となった。修作の門下から幕末の重要人物が多数排出された。主な人物としては、老子組を作った。 清川八郎、江戸無血会場の立役者、山岡哲秀、新選組の山並圭介、伊藤絹太郎、鈴木幹三郎、日本最初の読話辞典を観光した、日比谷健次郎などが挙げられる。海保半平、森洋三、庄治弁吉、稲垣貞之助、塚田康平らは、優れた剣学として、名を挙げた。天保十年、徳川成明の招きを受けて、 三戸藩剣術師範となり、十二年には、馬回り役として百国の淵を受けた。次男の栄次郎と三男の道三郎もそれぞれ、三戸藩の馬回り役となっている。塚田公平が、三戸行動官にて、相沢政司祭、戸田銀次郎、藤田東子らと、信仰、天狗党の乱に関わったため、三戸藩では、一時、北進一東流を禁止した。維新後は、 千葉栄次郎門下の下江秀太郎が警視庁剣術、世話係、三の内藤隆治、角忠正が大日本武徳会教授となるなど、多くの剣士が活躍して、日本剣道の発展に尽くした。千葉周作派か前は、剣先を赤霊能のごとく振ると言われている。松崎奈美志郎が、技の千葉、力の斎藤、らいの桃井と、幕末江戸三大道場を表しているのが有名である。 それ剣は、窓加速、心、気、力の位置という修作の言葉がある。市内稽古の教授法が統一されたということも大きな特徴で他の流派にないことであった。他流派は単なる打ち合いの稽古法だったが、千葉修作は係り稽古を中心にした稽古法を作った。そして多かった勉強の段階を三段階と簡素化したことも特徴である。 神秘性に偏らない合理的な指導法は効果があり、多流派においては10年かかる修行が5年で完成してしまうと言われた。この剣術指導法は内藤隆次郎の功績もあって、現代剣道に大きな影響を与えており、剣道からの評価が高い。平成15年、千葉修作は全日本剣道連盟剣道伝道に検証された。小説、 海音寺長五郎、千葉周作漫画テレビドラマ。ありがとうございます。